素晴らしい糸目友禅の訪問着です。たくさんの柄が染められていますよ。なのに着物が主役じゃなくて私が主役になれるのはなぜ？それは作り手の力の高さ、お召しになる方への深い高い人間愛です。お召しになる方を最高に見せてくれる飽くなき探求をしてくださる、それが滝沢明先生、糸目友禅の日本を代表する作家さんです。スプレーマムというお花を描いています。シックな深い色なのに爽やかで元気ですごく格調高くありませんか？私叙勲くださったらこの着物で行きたい。豪華で格調高く着る人を最高に見せてくれる、ここにスプレーマムの山盛りのお花、全体に絵が描かれているのに密集してないの、着る人を爽やかに豪華にエレガントに見せてくれると思いませんか？後ろ姿すごいでしょ。みんながついてくる、ねえねえ何その着物って言われるのが滝沢明先生の訪問着なの。この帯にするとパチーンと力強いわね。大人っぽい着方になりますね。少し優しい、でも豪華ね。年齢を問わずおすすめいたします。